お疲れ様です。長倉です。今日はですね、一点勝負しかないという話をしていきたいなというふうに思います。まあ、これは特にね、若い子とか、あとはまあ01、まあ、現時点で0で、ここから何かをやりたいっていう人に向けての発信になるんだけれども、本当にね、非常に重要な話をします。俺はよく本の中とかでも、人生のリソースっていうのは4つあるよって話をしています。それは何かというと、時間、能力、そして人脈、お金、この4つだよねっていうふうに言ってます。で、再三言うように、この順番通りね、攻略していかなきゃいけないよなんて話もしてます。まあそれを話はね、今回は置いといたとして、何を言いたいかっていうとね、この4つの資源、この4つの資源っていうのは人それぞれ、総量が違うわけだ。例えば今の俺だったら、まあ人脈もあるし、まあお金も普通よりは持ってるかもしれない。で、能力はないけれども、能力ある人を知ってる。まあ、これは人脈を使うと能力が増えるってことだよね。で、時間に関しては、これはいろんなところで言ってる通りね、実際時間編集図って本書いてる通り、時間だけは、まあ、俺も、あなたも同じ、1日24時間なんだよということですよね。うん。で、そんな中で、じゃあ、若い人とか、01な人っていうのは、簡単に言えば時間以外はほぼ何も持ってないわけじゃない。で、持ってたとしても、そのわずか。うん。だから、ギャンブルで言えば、所持金が少ないって、種銭が少ないって言い方もしますよね。うん。例えば、じゃあ、俺だったら、100万円持ってるけど、100万円、かけれるけども、もしかしたら、01の人は1000円しかかけれないかもしれない。ね。そう考えたときに、じゃあ、資源が乏しい人はどうすればいいか。もう、一点集中しかないんですよ。もう、一点集中しかないの。その、時間とお金。ね。時間とお金を一点集中させるしかない。時間と能力かもしれない。まあ、01のところは人脈とあんまないからね。うん、それをやるしかないんじゃないかなっていうふうに思います。なので、ぜひね、みんな考えてもらいたいなというのはそこで、どうやって1点に集中させるか。例えば、俺なんかよくギブしろなんて言うけど、その人にギブしろと。そうするとね、何らかの形で引っ張り上げてもらえる可能性が高いよなんて話をしますが、これは、まあ、俺がね、一緒に仕事させてもらってる気遣いの専門家というか、まあ、営業のスペシャリストであまり気遣いの専門家と俺は思ってる、まあ、河合さんっていう方がいるんだけど、彼なんかも言ってたんだけど、例えばじゃあ誰かに貢献するって言った時に、100の力があったとして、それをね、1人1で100人にやるよりはその100を1人に集中させた方がいい。うん。まあ、確かに俺もそう思うんですよね。あ、それも本当そうだなというふうに思うし、あ、まあそれも確かだなというふうに思う。で、例えば時間もそうだよね。時間なんかもそうだけど、時間を誰かに使う、何かに使うっていうのをそれぞれ一つにした方がいいと思うんだよ。例えば、スキルを磨くって言った時に、これもね、スキルを磨くためには、その時間とお金が必要なわけじゃん。わかんない。お金が絶対必要かわかんない。でも時間は少なくても必要だよね。その限られた時間とお金を一つのスキルに集中させるべきなんだよ。それなのに、いろんなことやってるやつがいるわけ。いろんなことに時間を、ね、使う人がいるわけ。で、これは本当にもったいないんだよ。で、これはね、こう、限られた資源っていうのが、の中での勝負だから、もう一点集中しかないけど。で、その時考えてほしいのが時間なんだよ。最初に言った通り、時間っていうのだけは、まあ皆さんと、皆さん全員平等なんだ。俺も含めて平等なわけだ。そんな中でね、その、まだ資源が乏しい人たちにとっては、その時間がどれだけ貴重かですよね。うん、所持金が1000円しかなかったとしたら、990円分ぐらいはほとんど時間しかないわけ。だからこの時間をどう使うかが重要なのに、その時間に、どうでもいいことに時間を取ってる人がいる。まあ、正直言えば、そのね、もうどんな言い方したっていいと思うんですよ。どんな言い方したっていいと思うけど、まあ、俺のこのね、を聞いてる人っていうのは、きっと何らかの形で人生を変えたいとか、ね、人生を変えるのもそうだし、何らかの形で、こう、今の現状を変えたいという人が、聞いてるというね、前提で話せば、まあ、簡単に言えば、自分と同じレベルの人とは、時間っていうのをないだけ減らすしかないとか、もうゼロにするべきだと思う。例えば、昔からの知り合いとか、昔からの知り合いでもね、自分よりはるかに先を行ってたりとかする人間だったらいいよ。でもなかなかそういう人っていないと思うわけよ。うん。だから俺なんかもすげえ意識したし、俺なんかもなんで人生変えれたかって言ったら、やっぱり出版社に入って明らかに本を書くようなすごい人たちと、会うようになってからなんだ。要するに、そのね、限られた時間をすごい人たちと過ごす。もうこれを徹底的にやった結果、今があるんだよね。だからこれを本当にみんなね、考えてほしいなと思います。本当に無駄な人間関係多すぎ。うん。で、無駄な人間関係ほど、なんかね、どん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 予定が入っていくわけよ、人間って。うん。で、お互い暇だからさ。で、予定がどんどん入ってって、じゃあいざ、わかんないけど、まあ、チャンスの時に、あ、予定が入ってていけません、みたいなね。話になっちゃうわけ。うん。だから本当に、真剣に考えてほしいのは、その、
一点集中するってこと、一点勝負するってことね、まずは。その何に集中させるのか、それが人だったら1人、スキルだったら1つ、経験だったら1つ、みたいなところで、まあ、ないだけ1点。もちろんね、その1個じゃなくてもいい部分なくはないけど、まずは1点しかないんだよ、乏しいんだから。うん、競馬で言えば、大勝ちしようと思ったらさ、乏しい試験だった、資金しかないんだったら、もう1点ぐらいしかねえじゃん。まあ、そういうこと。その1点買いしかないわけ。だから俺も20代、28歳の時に出版社に入って、もうすべての時間を、もう、ほんとすべての時間だよね。人生のすべての時間を、その10年間、その編集者という仕事に継ぎ込んだわけ。他のことをすべて犠牲にして。うん、だから結果が出たんだよ。うん、と思ってるわけ。だから結局ね、みんながやんなきゃいけないのは、俺はそういう考え。まあ、徹底できるかわかんないよ。徹底できるかわかんないけど、まあ、それに、そういうふうに一点勝負なんだよ。自分の、持ってる資産、4つの資産の総量っていうのは決まってると、現時点では。その乏しいうちはもうとにかく1箇所に集中させようぜという話を、今日はさせていただきました。ということで、また次回お会いしましょう。